おはよう。ママ、おだてまさこにこんなもの必要ないわ。ほら、ご飯の支度手伝って。うん、夕飯の後片付けも前と同じにまさこの仕事よ。分かってるよ、母ちゃん。ね。まさこちゃん、準備できた？今行きます。これ見て、台本ってわかる？歴史か何かに見えない？トイレぐらい一人で行けよ。お化けが怖いんだもん。いないよ、お化けなんか。どうした？おい、泥棒？お化け誰かいるのか？出てこい。あ、パパごめん、セリフ覚えてたの。カット、オッケー、いいいいじゃない、夏目雅子。現場に台本持ってこないんですよ。セリフ全部入ってるんです。変わったね、彼女。胸を裂いたって記者は意味があった。あ、よかった。はい、次、土手の上からキッチン。ただいま。おかえり。まさこ、何その化粧は。夏目まさこのままで帰ってきたの。あ、ダメよ、出てって。え、いいから、二度とその顔で帰ってこないでね。はいはいはい、ママ、いいから、はい。どうしたの？追い出された。なんで？この顔で二度と帰ってくるなって。化粧落とすの忘れてたよ。はい、パパ。ただいま。ただいま。おかえり、まさこ、仕事が待ってるよ。え、あ、いよ、母ちゃん、一丁やったるか。そうちゃん、お風呂、それとも何か食べる？まさこ疲れてるみたいだから洗い物はいいんじゃないか。ダメよ、これは私とまさこの間の約束なんだ。母ちゃん、飲もう。あ、飲もう飲もう。パパは？まさこ、お前疲れてるんじゃないか。それとママとの話は別。じゃあ俺は寝るよ。そう、おやすみなさい。おやすみなさい。母ちゃん、今日ね、かっこいい人に会っちゃった。どんな人？現場のプロデューサーさん。でも奥さんと子供がいるんだって。まさこちゃん、うん、外に出たら好きな人ができるの当たり前だからね。ママは何にも言いません。でもね、これだけは聞いてね。子供のある男の人、子供への愛情を持った男の人って不思議な魅力があるのよね。こっちが何も言わなくたって分かってもらえるとこがあるでしょ。でもね、
それを自分への愛だって勘違いしちゃいけないよ。子供への愛っていうのは男女の愛を超えて深いものがあってね、そこに魅力を感じるものなのよ。ママもそういう人好きになったことあるの？昔ね、そうちゃんに内緒よ。わかった。あ、電話しなきゃ。どこに電話すんの？タクシーに予約の電話入れなきゃ。明日パパ都合悪くて送ってもらえないの。何様なの？電車で通いなさい。ありがとう、一緒に来てくれて。だから買い物のついでだって。ねえママ、ママいつもそのネックレスしてるよね。あ、これママの大切な宝物。ねえねえ、あれ夏目雅子じゃない？本当だ、夏目雅子だ。かわいい。美味しかったね。食べようか。うん。あと、オッケー。まさこちゃん、今の良かったんじゃない？いいよ、よかった。うん。お疲れ様でした。まさこ。パパ。迎えに来てくれたの？疲れてるんじゃないかと思って。大丈夫。それよりパパ、私これから電車で通うよ。電車じゃ大変だろう。車に乗って家から撮影所まで行くより電車の乗客を見てた方が演技の勉強になるの。そっか、そうだな。雅子はこれからいろいろ見なきゃな。どんな些細なことも辛いことも目をそらさずに見ないとな。うん、そういうことが雅子の肥やしになっていくんだもんな。うん、ママもきっとそう思って電車にしろって言ったのよ。雅子もだんだん本当の女優になっていくね。はい、お茶。うん。あら、もう終わり。なんか胃がおかしいんだ。全然食べられない。雅子、お父さんがね、急に手術することになったのよ。小田出さん、心配ないですからね。はい。ねえパパ。うん。私ね、パパの手術に立ち会っていろいろ見ておこうと思って。そうか、パパもお前の演技の役に立てる時が来たか。何言ってんの。でも雅子、ママ血圧高いし心配性だから、何かあってもあんまり大げさにするんじゃないよ。お前は女優なんだからお手のもんだろ。
うん、分かってるパパ。大丈夫。腹水なし、ダメダメなしだ。切除できそうですね。小学面に顔を出しているけど、トモールはフリーだな。先生、これは。かわいそうにな。こんなに若いのに。保護。ソウちゃん、大丈夫？痛くない？息子さんですか？じゃあ、はい。ちょっと。おい、マコ、手術の後でよく食べれるな。それとこれとは別だよ。手術成功のお祝いだもん。お兄ちゃん、パパのお腹の中ね、綺麗だったよ。うまいね、お医者さんは。先生と看護婦さんのメスの受け渡しが勉強になった。そっか、よかったな。うん、お兄ちゃん、マコ、何？お正月に家族みんなで旅行行こうか。いいね、それでしょ。そうちゃんは助かる見込みのない末期がんだったんです。当時は病名を本人に言わないのが普通だったんですよね。和夫も雅子もそれを知っているのは自分だけだと思って思い出作りをしようとしたらしいんです。でもこっちはそれほど深刻だなんて思ってもいなかったもんで、1980年の年明けてすぐ箱根に行きました。お先、転ぶなよ。美味しい。大丈夫大丈夫。はい、チーズ。よし、行くよ。はい、はい、チーズ。お、誰が上がった？僕上がったんだよ。トシアキが。すごいの。天才。まさこ、肝臓奉仕はいつまでだ？5月まで。そっか、5月か。パパはこうやって家族と一緒にいられれば幸せなんだ。まさこ、忙しいからな。そんなことないよ。また来ようよ。ね。だ。それじゃあ、お花見の頃は桜が綺麗よ。桜か。綺麗だろうな。うん。そういえば、ここのとこ花見もしてないし、次はみんなでお花見だ。うん。4月に花見。本当？やった！楽しみね。